不滅の名作オレンジ&パートリッジの「ヘアーズ・イヤー・ソラックス添えを」のマテリアルをご紹介します。オレンジのシルクフロスとパールのフラッシャブ、それとソラックスに使うヘアーズ・イヤー、あとハックルのパートリッジ、非常にシンプルですね。それではこれから、オレンジ&パートリッジのヘアーズ・イヤー・ソラックス添えバージョン、ちょっと巻いてみたいと思います。まずスレッドにワックスを塗布します。スレッドを伸ばしてこうやってホットワックスをこうやって添えてビッと引っ張るだけ、これ1回ビッとやるだけでもう十分ですので、で糸を戻しボビンに巻き直して、で藍1個分後ろからちょっと開けた状態でずっと下巻きを施します。そしてこれを巻き戻していって、結構がっつり下巻きを施しました。これワックスついたスレッドでかなり1往復しっかり巻いてます。シルクフロスをボディに使うんで、こうして巻いといた方が壊れてきた時にシルクフロスがずるむけるんじゃなくて、ワックスにくっつくような感じでほわっとこう毛羽立ちますんで、壊れてきてからもいい感じになるんで、ワックスをしっかり施したスレッドでしっかり下巻きをして、巻くとシルクフロスなどで巻いた繊細なソフトハックルは、非常に長持ちして壊れながらいい状態で壊れていってくれるっていう感じですかね。で今度これはリビング材というか模様付け兼、タグになる、パールのフラッシャブをこうやって巻き留めます。でこれをベンドの方へ普通に巻いていきます。で今ベンドまで巻いたらこれを 1,2 回転ほどこう巻いてタグにします。こうボディ巻ったんですね。こんな感じにしたらばまたこれを前に戻して、で今度はオレンジのシルクフロスを優しく伸ばしてカットしたらシルクフロスをきれいに巻きたい時は水で濡らした指でちょっとこう軽くなでてやって湿り気を帯びさせると毛羽立ちにくいとか。っていうのもありますけども、でこれを今度また2つ折りにして、ボディのソラックス付近にこうやって巻き留めます。で巻き留めたらこれをこうボディに普通に巻いていくわけですが、ちょっとこうテーパーがサイズを11番の服に巻いてるんで、ちょっとテーパーがかったような太めといってもソフトハックルなんで細身なフォルムはキープするんですけども、ちょっとこうテーパーがかったような、ボディにしたいので、こうやって行ったり来たりさせながら自分でいいようにテーパーがかったボディに巻いていきます。こんな感じですね。ちょっとこうテーパーかかってますね。でボディ末端まで巻いていきます。タグの手前まで巻きます。でこうしたらば今タグの余りをこうやって、タグの余りのフラッシャブをこう残してある状態のものと、シルクフロスが一番ボディ末端まで来ました。でこうしたら今度これをまたここもさっきのねじって巻くボディのバリエーションなんですけど、こういうふうにシルクフロスにフラッシャブを3回、4回ぐらいこうやってねじって、このねじるのは大体でいいので特にこう範囲とかないんで、こんな感じで軽くねじったらこれをこうやって指でキューッと回してこういう感じでねじります。でねじったものを今度は先まではシルクフロスをボディ材として巻いてたんですけど、今度はこういうふうにフラッシャブごとねじって、これをリビングとして前へ巻いていくと、こういう感じでフラッシャブのキラキラ感がこうまだら模様のように、ボディにこうあぶくのようにまとわりついたように、こういうふうに自然な感じでボディが巻けます。でこうしておくと、シルクフロスで巻いた繊細なソフトハックルって結構こうボディだけをこう普通に巻いてしまうと、リビングしてもなんかボディの質感がこうずんべら感がこうズルンって感じなんだけど、こういうふうに凹凸をつけておくと非常にこうやっぱり流れてる時のリアル感がちょっと違うっていうか、虫っぽさがかなりこうアップされるんで、こういう方法で巻いております。でこのフラッシャブをワイヤーとかにしてもいいし、いろいろ自分でやりたいようにバリエーション豊富にアレンジできますんで。でこういうふうに巻いたらこれをカット。プチッとカットして、そしたらばこれしっかり巻いといて、でこれだとすごく一体構造で巻けますね。あとさっきから言ってるように、ワックスでしっかりしたワックスの下巻きの上にシルクフロスを密着させながら巻いて、さらにねじって巻いてるんで、壊れてきたシルクフロスってやっぱり魚がちょっとこう歯がこすっただけでもブワッとなるし、すごくねこう壊れ方がいいっていうか、壊れてからの透明感がまた絶妙というか、そういうような感じに仕上げたいので、このように巻いたものをねじってリビング材としてボディに巻いているっていう状態になってます。ロイヤルコーチマンのセンターボディの赤いシルクフロスなんかもワックスをべったり塗っといて、そのようにぎっちり巻くとロイヤルウルフの壊れ方がまたかっこいいっていうかね、長持ちしますんで、こういうふうにやってます。そしてマルチグルーをさっきのゴールドリブドヘアズイヤーと同じように、シャンクと同じぐらいの長さ検討で、スレッドに塗布しました。で塗布したら今度はパートリッジをこんな感じで、こんな感じって言ってもこんな感じでちょっとこうハックルにしたい分を逆向けさせて、こんなもんでいいです。だいたいまあシャンク1回転分、1回転および1回転半ぐらい目安で、ちょっとこうもうちょっとハックルに巻きたいなっていうところで押さえておくのが非常にコツですね。パラッパラの方がやっぱり釣れますんで、動きいいので。でこれをバツンと先っちょ切って、バツンと根元も切って、こんな感じに切りました。そしたらこれをマルチグルーを塗布した一番先っちょに、ストークのところにピタッとこうピトッとこうくっつけます。これビチョッと指で押したりすると指にヌタヌタがついてネチャネチャみたいになるんで、こう外ピッとこう触れさせるぐらいの加減でやってくださいね。そしたら今度はヘアズイヤーのソラックスを巻くんですが、ヘアズイヤーを指でしっかりつまんでビッと逆向けさせると、こういうふうにガードヘアの先端が揃った状態で、きれいにむしれますんで、こういう状態にします。でこれをこうやってちょっと広げます。こんな感じですね。ここもね大体でいいっていうと無責任なんですけども、結構ねこうラフにやってもらって全然噛まないので、毛がファーが多すぎたりしたら後でむしれますんで、こんな感じでやってます。でこれをパートリッジの上とその下側にこうやってスレッドにマルチグルーを塗布したスレッドにピタッとこう軽く添えるようにひっつけます。ひっつけました。でひっつけたらばこれをねじってこんな感じで挟んだらスレッドに1回回してでこのループを完全に閉じて、でこういう状態にして、これをここでまたちょっとこう微調整なんかしたりして、でこのまま一気にカーッとねじります。このねカーッとねじって、この毛がパートリッジのファイバーとかこのパラパラパラってなるの、これ結構なんか楽しいなっていうか面白いなと思ってます。こんな感じですね。でこうしたらこれを毛の位置を片側に寄せます。これは濡らしたちょっと湿ってる指先とか、こうびちゃびちゃに濡らしても全然いいんですけども、ここではちょっと分かりやすいように軽く湿らしただけで片側に寄せてます。でこうしたらこれをソラックス兼ハックルとして巻きます。こんな感じ。こんな感じになりました。じゃあここで今度ブラシで軽くこれをこう反対側にこう軽くなでつけるようにこうやってやって、まずこう反対側にこっち側にこうこすより、こうやってこするよりか反対側にこう軽く優しくこうやってこすって、羽とファー全体をこう毛羽立たしといてビヤンってやるとこんな感じで。これもさっきのヘアズヤと一緒のように、ゴールドリブドヘアズヤニーフと同じようにファーの間からパートリッジが突き出ている格好になるので、水中でパートリッジのファイバーがこう棒状にまとまったりとかしないで、常にこう開いた状態を維持することができて、動きがとてもいいっていうのと。ヘアズイヤのファーが濡れるとこうボディにちょっとまとわりついたりなんかして、ソラックスっぽいこうソラックスっぽいフォルムにシルエットになるので、非常にリアルな印象になります。で今度ヘッドなんですけども、これはあくまでもオプションなんですけど、昔のイギリスのソフトハックルとか見てると結構ヘッドにピーコック巻いたりダビングしたりとかして、結構ソフトハックルとしては武骨な感じになるんだけど。妙にねヘッドを巻いてるクラシックフライがすごい多いんだけど、あれをなんでかって思ってたんだけど、ヘッドにこれからこういうオストリッジでヘッドを作るんですけども、ヘッドを暗くして黒い色で巻いて、こういう明るい色の、ソフトハックルなんか特にそうなんですけど、ウイングケースというか。ヘッドをこう黒いこういうふわふわの素材で巻いておいて、色のコントラストをつけると非常に反応が良かったので、最近はこういうソフトハックルは必ずこういうヘッドにオーストリッチとかマラブーとかを巻いてアクセントをつけるようにするのが自分の好みになっています。でどういうふうに小さなヘッドを巻くかっていうと、オーストリッチのあんまりこれいいオーストリッジじゃなくて十分です。普通に売ってるこういう、まあ、安めの、ウエットフライとかサーモンフライのヘッドとかにはちょっと使いにくいかなっていうグレードの、黒のオーストリッジをたくさん使ってるんですけども、これの真ん中ら辺から上を切って、でこういう狭い範囲にこういうものをこういうピーコックなりオーストリッジなりを巻き留める時のコツなんですけども。これをこうやってスレッドに引っ掛けて上にキョイッと乗せたら、こういうふうに余りをカットするのではなく、ここで余りを巻き込んで、まだ余りはカットしないで、こういうふうに巻き込んだら、ここで余りカットしてヘッド巻こうとするとスポッと抜けるトラブルがスポッと抜けちゃうことがよくあるので、あれイラッとするんで、それを防ぐためにもこうやってこうしたら。今度はスレッドにこれをキヤーンとこう寄り付けて、こんな感じクリクリに寄り付けといて、これちょっと寄り付けすぎ、ほんのちょっと寄り付ける程度で十分ですので、でこうしたらこれを1回2回3回ぐらいラフに巻きます。巻いたら余りごとザバッとこう指でフライを挟んでそっくり返らして1回巻いて、でこの寄り付けたのをビヨーンと剥がしてこんな感じで、この余りもまだカットしないでこうしたらで、ここをウィップフィニッシュして、でスレッド白使ってるんで、ここでオレンジにマーカーでオレンジに塗ったり黒く塗ったりしてもいいんですけども、まあ、今回はこのままで、でこうしてスレッドカットして、でここで初めてこのオーストリッチの余りをこうやってカット、ヘッドを巻き上げてから余りをカットするようにすると、簡単にこういう感じのふわっとこう。ふわっと黒いオーストリッチがこう広がって、ヘアズヤのソラックスの根元にふわっと広がってると、それがこう濡れるとピタッとこうボディにヘッド付近にまとわりついて、非常にニーフのウイングケースというか色のコントラストがすごく鮮やかで、マスの反応とってもいいなっていうふうに思ってるお気に入りの一本でございます。